八ツル神社、八ツル神社は、愛知県甘郡市三谷町にある神社、旧社各は豪社、三谷祭りを開催することで知られる。当社は、国内神明町に十五以上、八ツル天神座保育群とある。古社にして、終わり国愛知軍厚田の宮に静まりせる神霊を、感情移りさせる深き優位所有する。もともと、当社は、三谷豪武砂の神として、 宗書の尊数厚く、武神として、代々の武将からも崇められていた。1089年の創建と伝えられ、一時期は荒廃していたものを1190年源、頼朝の命を受けあだち東黒森長は武用となって、社殿の造営に従事した。徳川家康は1548年駿河への都市、及び1582年浜松への木と、特に当社に参拝して、 部運長級の祈願を込めたりと伝えられる。1600年領主より、車両の寄進あり。以後、各領主が代々これを手本にして、明治維新を迎えた。三河二葉松に、三谷村、八剣大明神車両六国六と四章陸号と、記されている。1885年8月12日車格を、伏せられて豪車に列せられる。王席は、 広さ四丁四面の死に行を許していたが、戦国の乱世に及び縮小されて、今は森と称する地名にわずかにその名残を止めるに過ぎない。しかれどもなお千八百四つの境内には、追い松うっそうとして、社殿を囲み、いにえを忍ぶに値する。境内神社として、源代雄神社、天馬社、諏訪社、稲荷神社、奥和神,神社、秋葉神社、石地神,神社、水神社、 コンピラ神社の旧社を損する。三谷祭りの懐中土魚倒海の記載と言われる、三谷祭は豪華絢爛な出しを従えた、信仰行列と、郷土色豊かな奉納芸能で名高い。三谷町の三度神八連木神社と若宮神社の霊祭で、その由緒は1696年、三谷、村正やサザエモンが、夢枕の神託により見越土魚を行ったのが、始まりと言われ、 三谷町全住民を挙げての祭りとして、古式をそのまま現代にまで伝えている。特に創始当時を京に伝える、神事、勇壮な登りをこし、京都祇園祭りを模したといわれる壮大な出しの練り、各区の法の踊りなどそのスケールの大きさと厳格な規律に統制された、祭礼書行事は、得意なものがある。 伝統の脱脂海中土魚は海岸が埋め立てられたことの影響で1961年より姿を消したが1995年に祭り創始300年を記念して再度復活した AB 坂口千夏2年ぶりに海中土魚が孫折り三谷二中日新聞ありがとうございます